またカルディで買ってきた品物の紹介です。こちらはアーモンドヌガーです。キャンディーよりちょっと柔らかめ、アーモンドが入ってます。そしてこちらはエゴマ油で作り上げられた韓国海苔です。こちらの大阪風紅生姜のスナックです。で、蜂蜜です。これは一つ約800円ぐらい、ちょっとセールやってたので買ってきました。あと、オーガニックのオリーブオイル、ちょっと使いましたもん。こちらは胡椒ですね。カリカリすって食べる方ですね、かけてね。シークワーサーのふりかけです。シークワーサーのゼリーです。アロエリゼリーで、前回買ったエビだし塩ラーメン、これ美味しかったのでまた買ってきちゃいました。あとちょっと和菓子の柔らかいカステラにクリームが入ってるタイプのお菓子です。落ちちゃった。お菓子ではないですけれども、ウェットティッシュにつける口の部分です。これはあるとすごく便利なので使ってます。もう一つピンク、こちらが今回買ってきた品物です。